にちは、かわいい着物チャンネルです。今日は短い帯で、そして手もこんなに短い帯を使った帯結びを紹介したいと思います。それではご覧ください。まずはじめ、帯2周巻いて、手が上、垂れが下にして結んであります。で、三重仮紐をしたところから始めたいと思います。そうしましたら、短い帯ですので、ここ必ずぐーっと開いてください。開いたら上にぐっと持ち上げて、ここですね、三つ山ひだを作ります。はい、三つ山ひだを作ったら、三重仮紐の一番背中についてる三重仮紐を取って入れます。はい、こういう感じで一つ羽が出来上がりました。そうしましたら、次また同じです。この羽より少し短い、こういう風にしたいので、少し短く取って、ここでまた三つ山ひだを作ってください。はい、作ったらまた背中についている三重仮紐を取って入れます。はい、そうしましたら、このように大きな羽、そしてこちら、ちょっとここが見えるぐらいな小さな羽を作って、2つの羽が完成しました。そしたら残り、垂れはこんだけですけれども、これをアコーディオンひだで折っていきます。なるべく根元のところまで折ってください。こうですね、こう折れたら、これをグッと縦にします。縦にしたら、一つ残っている三重仮紐に入れていきます。はい、こういう感じで出来上がったら、次ですね、ここに枕を置いていきます。はい、枕はですね、山になってる方が上になります。で、平らな方がこのように背中につく方になります。で、こちら振袖の時は絞りのですね、帯揚げが多いんですけれども、こちら突起になってる方が表になるので覚えておいてください。で、こちらですね、かけていきます。真ん中でかけたら、ここですね、ここ、帯は高い位置にある方が可愛いので、ぐっと上げて前で仮結びしておいてください。はい、そしたらですね、帯揚げ、ここだらっと出てる分は指でグッと中に入れて、このように綺麗にすべて入れ込んでください。はい、そしたら最後ですね、こんだけしかない短い手なんですけれども、これこういう風にして、ここをですね、帯締めで留めないといけないので、あまりアコーディオンひだとかそういうのは作れないですよね。ですので、ただ単にここに三つ山ひだを作って、ここ最後ですね、これを入れたのと同じところの三重仮紐に入れてください。はい、このように入れたらですね、ここ少しこういう風にひだができているので、これも活かして、ここをキュッと帯締めで
仮結びしたいと思います。はい、こちら帯締めになります。柄のついてる方が左になります。入れたらこのまま、こちらの膝を利用して、ここですね、この下をクッときれいにして、いらないところは中にクックッと入れて、前で仮結びをしてください。はい、きれいに出来上がりました。最後ですね、整えていきたいと思います。こちら最後に作った羽、見えますかね、こういう風に開きます。で、初めに作ったアコーディオンひだをこういう風に開きます。開くとここにお花が一つ出来上がるんですね。可愛いですよね。で、今日はこの間にさらに可愛くこのお花をつけたいと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。こちらも可愛い、こっちから見ても可愛いですし、こちらも羽がたくさん出来上がっているので、とても可愛く出来上がっていると思います。短い帯でもこんなにゴージャスな帯結びが出来上がりました。いかがでしょうか。はい、そうしましたら皆さんもこの動画を見て試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。